did it make us go around when we could have just taken a turn? Tell me when you found him. Wait. Passed him. Oh my... He was literally right here. We could have just taken a right. But the game wanted us to do that whole turn right there. Wait, hold on. Is this way? Is it over here? Bro, here. I'm following the tracker. Okay, let's go in here. So I'm gonna mute myself because I got my food. Yeah, I got dinner too, so. Yeah. Oi, Yuzo. Damn, you got the fucking mute button. I gotta go in the plot party and do it. Yuzo! なんで全然反応がないんだ。よし、もっと近づいて声かけるか。ユージオくん。あ！やっと気づいたか。そんな耳のそばで呼ばれたら気づくに決まってるだろう。何するんだよ。だって全然声かけても気づかないからさ。あのね。いくらなんでももう少しマシな気づかせ方ってものがあるだろう。ごめんでも心配したぜ。何かあったのかよ。随分ぼーっとしてるように見えたけど。そうかな。ちょっと考え事してたからさ。考え事してたからか。最近勇者こういうこと多いんだよな。数日前、魔獣討伐以来達成後の帰り道。キリト先輩、ユージオ先輩、この辺りで一度休憩を入れませんか。そうだね。ちょうど腹も減ってきたし、町までまだ距離がある。そうしようか。私たちお弁当作ってきたんです。おお、それはありがたい。なあユージオ、休憩しようぜ。ユージオ、あのユージオ先輩。ごめん、もう一度言ってもらえるかな。今から休憩しようって話になったんだよ。町まで距離あるからさ。そうだったの。分かったよ。じゃあそうしよう。それじゃあ僕が地元の人に報告してくるよ。みんな待っていてね。なあ、よろしく。あのさ、二人にちょっと話があるんだけど。なんですか。最近の遊女って変じゃないか。変というか、たまにどこかを向いて呆然としておられますね。あ、そうか、やっぱり相場好きのティーゼが言うなら間違いはないよな。私も街でユージオ先輩にご挨拶したとき、ご返答がなかったことが数度あります。そうか、かなり重症だな。どこかを向いて呆然としているなんて、一体どうしたんだろう。私もずっと先輩と一緒にいるわけではないんですけど、そうですね、何度か見た感じだと先輩は北の方角を見ておられるような気がしました。北？ああ、そういえばさっきも北を向いていたような気がするな。ユージオ先輩、一体どうしちゃったんでしょう。あの、なんだロニー。それって海峡症ではないでしょうか。海峡症？そうかも。だって北にあるルーリットの村が先輩の故郷だもんね。故郷？あの、海峡症はつまり故郷を懐かしがって寂しくなったりする気持ちのことなんです。はい、私たちも学院に入って数週間経った頃は家族のいる実家が懐かしくてしょうがなかったので。でも同室のみんなも同じ状態になってて、そういう状態のことを海峡症って呼ぶと知ったんです。なるほどな、海峡症か。つまりリアルワールドの言葉で言うところのホームシック。確かにユージオがそういったものに陥る可能性は大いにあり得る。ユージオは故郷から2年近く離れて暮らしたのだから。
キリト？どうしたの？まずい。俺までぼーっとしてしまった。ああ、ごめん。今度は俺が考え事をしてたんだ。そういえばユージオ、さっきも北を向いていたよな。やっぱりルーリットの村が懐かしいのかもな。本当に海峡症なのだとしたら、対処法はただ一つだ。ユージオ、ルーリットの村に行くぞ。え？どうしたの？唐突に。いや、なんか急に里帰りがしたくなったんだよ。ああ、俺の里じゃなくてユージオの里だけど。なおさらよくわからないよ。セルカの身に何かあったとか、そういうことかい？いや、セルカからそういう話は聞いてないよ。今回はただ田舎の新鮮な空気を吸いたいみたいな感じかな。なんか変だね。変じゃないぞ。よし、ユージオ君、早速だが里帰りの支度をしたまえ。支度といっても長いはできないよ。対策本部からいつ討伐要請が来るかわからないだろう。ああ、わかってるよ。あれ、故郷に帰れるのにあまり嬉しそうでもない。まあ、照れ隠しかもしれないし、とりあえず行ってみよう。この森を抜ければルーリットの村だ。意外と早く着きそうだよな。ユージをまた黙ってる。故郷に帰ってきたっていうのに。あ、川だ。どうしてだろう。少し懐かしい、この川。ルーリットル村にいた頃に来たっけ。まるで誰かと一緒に遊んだような。ユージを、少し歩き疲れたし、村に着くまでにちょっと休まないか。まあ、いいよ。そうしようか。ああ、やっぱり川の水うまいな。たくさん歩いたからか、喉が渇いたよね。なあ、ユージオ。村に着いたら、久しぶりに実家に顔出してみたらどうだ。この間、ルーリットの村に行った時も、結局顔出さずじまいだったじゃないか。僕が帰ってきても喜ぶ人はうちにいないよ。英子として給金を実家に送っているならまだしも、僕は自分の夢を叶えるために剣士の道を選んだ。つまり家族じゃなくて自分の人生を選んだんだ。稼ぎ手にもなれなかった僕を恨むことはあっても歓迎することなんてないさ。本当にそうかな。案外話してみたら雪解けになる場合だってあるぜ。アスナもお母さんと少し距離があってうまくいってない時があったんだけどさ、本音で話してみたらちゃんとお互いのことを分かり合えたみたいなんだ。アスナにそんなことがあったんだね。なんだか意外だな。でも僕はまだ話さない方がいい気がする。兄さんたちも僕に対してはいろいろ思うところがありそうだから。ああ、そっか。じゃあ今はまだやめといた方がいいな。悪い、勝手なこと言ったよ。ううん、大丈夫だよ。それに僕のことを心配してくれたんだよね。ああ、ちょっとな。どうして実家に顔を出さないんだろうって思ったから。もう数年ぐらい経ったらみんなと話してみるよ。そうできたらいいなって思う。ああ、そうだな。なんだか喉が渇いちゃった。僕も水を飲もうかな。ね、ああ。ユージは家族については複雑な思いを持っているんだ。俺、ちょっと軽率なこと言っちゃったかな。里帰りって言えば家族に会うのが定番だと思ってたけど、違ったな。ユージにとっての故郷は家族ではないんだ。それじゃあ一体ユージは何を故郷だと思っているんだろう。また村の方向を見つめて黙っている。まったく、一体何を考えてるんだよ。こんな川ギリギリに立ってぼーっとしてるなんて、いたずらされても知らないぞ。よし、後ろからそっと近づいて背中を押してちょっとだけユージを驚かせてやる。えいっ。
どうしたのキリト？なんでこのタイミングで振り返るんだよ。押しかけた手がもう止まらない。ドアはなんで押すの？いや、お前こそ服つかむな。あ、足踏み外すから。だってそうしないと僕が落ちる。もう体の中心がおかしく。離せ。おい、なんでいきなり押したんだよ。びっくりさせようと思っただけだ。断じて脅す気はなかった。へえ、意外と勢いづいた。君は自分の力の加減もできないのかい。あれは完全に僕を落とす気だったとしか考えられない強さだったよ。友情だって俺の服全力で引っ張っただろう。あれがなきゃバランス、じゃなくてあれこそ俺を道連れにする気満々の強さだったぞ。ほらこの服見てみろ。そんな証拠を持ち出してくるなんて卑怯だぞ。第一川に落とされそうになったのに何かをとっさに掴もうとしない人間がいるかい。明らかにこれは君が悪いよキリト。反論できない。確かに仕掛けたのは悪かった。ごめん。まったく、君はいつもいたずらっ子だけど今日はちょっとやりすぎだよ。ねえ、何かあったの？それはこっちのセリフだ、ユージよ。え？最近ずっと人の呼びかけにも気づかず北を見てひたすらぼーっとして、海峡症にかかったのかもしれないって思って正直めちゃくちゃ心配だったんだぞ。ごめん、ちょっと聞いてもいいかい？海峡症って何かな？は？いや、故郷が懐かしくなって憂鬱な気分になる症状みたいなものだけど。そういう症状にかかったことはないかな。村を懐かしいとは思っても帰りたいって思うことはそんなにないし、さっきも言ったけど実家に帰ったって居場所があるわけじゃないからね。じゃあなんで北を見つめてたんだよ。わかった、教えるよ。僕が何を見つめようとしていたのか自分だけの秘密にしようと思っていたけど、あまりに君を心配させちゃったから。ギガスシダーがあった場所か。ああそうだよ、僕が目を凝らして見ようとしたのはギガスシダーの木だったんだ。でももうここにはギガスシダーはないじゃないか。わかってるよ。正確に言えば切り倒されたギガスシダーの跡地を見つめようとしたんだ。切り倒された跡地を？ああ、君と出会って剣を学びギガスシダーを切り倒したのが僕の旅の始まりだった。ギガスシダーのない光景を見るとアリスを取り戻すために旅立つと決めた時の覚悟を思い出せる。だから僕は時々遠くからでも切り倒された後のギガスシダーを探して自分を戒めているんだ。戒め？うん、必ず僕はアリスを取り戻してみせる。何があろうとその思いを忘れないようにね。なるほど、つまり海峡症じゃなくて友情は自分を戒めていたってことか。ああ、僕はアリスを諦めない、いつか。もう何やってるんだよ。だって水に濡れたまま歩いてたんだぜ。寒気が。本当君はしょうがないな。なあ、セルカの作ってくれたあったかいシチューが食べたい。それはただの食い意地だよ。君も僕と一緒で。そうか。でもさ、友情は本当に故郷が懐かしくて寂しくなったりしないのか？キリト、僕は君と一緒にいる限り寂しい思いをすることなんてないさ。それはね、僕にとっての故郷はキリト。Well, that little episode thing was nice. Nice bro moments. Oh,
張り紙がある。ああへえ、今日は祭りが開かれてるのか。あ、そういえば、Everything has gone quiet. キリト、遅いぞ。悪い。それじゃあ報告させてもらうよ。そっか。メディナがそんなことを。ああ。カーディナルはどう思う？冒険者たちに関して、過去に類似した事件がなかったか調査したが記録は残っておらぬ。オルティナノスケについても、この大図書室を洗いざらい探してみたが、ただあの女がオルティナノスケに興味を示したということは力になれず、すまぬな。そうか。あれ、カーディナル、このああ、オルティナノスケや救世主の情報について調べていて、 NPC や AI に関する項目を閲覧していた際に目についたのじゃが。なんだこれ、赤い宝石が描かれてるのか。この絵本には約束されし時という名が付けられておってな、おそらくはあの女が作った書物じゃろう。カーディナルでもわからないのか。なぜならこの絵本には一切の文字が書かれていない。そして絵から読み解けることもわずかじゃ。透明な宝石の周りにどこか似た姿の人々が集まり、自らの血を宝石に注いだ結果、宝石は赤色に染まり、最後にはまばゆい光を放ち飛び、この何の脈絡もない物語が何を意味するのか幾度か思考してみたが理解できなくての。ただこの大図書室の AI に関する書物を保存している領域になぜかこの絵本が置かれていた。へえ、不思議だな。なんかの暗号だったりして。あの女が記録を残しかけてあえてやめたということは考えるな。ともかく報告には感謝するぞ。わしもできる限りハーシリアンや冒険者に関する調査を進めていく。助かるよ、よろしく頼む。長々と話し、喉が渇いたのではないか。茶菓子でも出してやるとしよう。いや、いいよ。お主が食べ物を拒むとは珍しいな。雪でも降るのではないか。カーディナルは俺を何だと思っているんだよ。実はちょっとカーディナルと一緒に行きたいところがあるんだ。食べ物もそこでいろいろありそうだからさ。わしと行きたいところ。いや、カーディナルっていつもここにいて全然外に出ないだろ。たまには外に出てみるのも気分転換になっていいんじゃないかと思ってさ。気分転換などわしには必要ない。ね、でもせっかくの祭りなんだぜ、行きたくないかな。祭りな、興味あるだろ。俺も行きたいんだよ。なぜわしなのじゃ。お主と共に祭りに行きたい女子なら山ほどおるじゃろ。そんなことないと思うけど。カーディナル、普段は報告が終わったらその後にお茶を飲もうなんて言わないからさ。そうじゃったか。いつもはむしろ用が済んだら早く帰らぬか。だからもしかしたらカーディナル少し疲れてるのかなって思ってさ。わしに疲れなどというものはない。それなら頼む、俺の息抜きに付き合ってほしい。お主の息抜きに。ああ、この世界の祭りって遊女ともあんまり行ったことがなくて。なあ、頼むってカーディナル。まあそこまで言うのなら仕方がない。お主に付き合ってやるとするか。よし、ありがとう。か。お、すごい変わった形の飴が売ってるぞ。はあ、そうか。なんかすごくテンション低いな。ああ、あれ見ろよ。アンダーワールドにも金魚すくいみたいな遊びってあるんだね。でも泳いでる魚は違うのか。なんて言うんだろう。あれは金魚じゃ。そのまま金魚すくいと呼んで問題はない。へえ、そうなのか。なあカーディナル、試しにやってみないか。わしはいい。
お主がやりたければやればよい。いや、金魚を救っても俺は多分飼えないからさ。では何故わしに勧めたのじゃ。カーディナルは大体大図書室か対策本部にいるだろ。面倒を見られるかなと思って。わしが暇人じゃと言いたいのか。いや、そういうわけじゃないけど。まずい、怒らせたか。勝ったとしても別れがすぐに来てしまう。金魚のユニットに設定された天命の数値は少ないからな。水槽に移して生きるのは数日のことじゃ。こういうところはリアルワールドと同じなのか。とはいえ、あの小さな魚たちは懸命に生き、あの可愛らしい姿で人々を喜ばせている。たとえ短き命でも尊い存在よ。ああ、そうなんだ。怒ったわけじゃなかったのか。ここはもう見たはずじゃ。別の場所へ移動するぞ。あ、分かった。それなりに楽しんでくれてるのかな。 That's a funny one。 あれは玉投げみたいなものか。的を狙って玉を当てればいいって感じかな。西屋でやれるみたいだし、やってこようかな。ではわしはここで待っておる。カーディナルはやらないのか。わしは普段から運動しておらん。あのような遊びで勝てる気はしない。だ、確かにそうかもしれないけど。最初から勝算のない賭けはせぬだけじゃ。おい、まったくノリ悪いな。お待たせ、カーディナル。うん、お主なかなかの腕じゃな。そうだろ。はい。なんじゃ。このぬいぐるみ2つもらったから、1つカーディナルにどうかなって思ってさ。子供扱いするなってことか。ああ、いらないな。別に、なんかそのぬいぐるみ妙に似合うなと思って。ふん、子供扱いしよって。よかったよカーディナル。やっぱりあんまりこういう祭りとか好きじゃないのかと思ってさ。人混みには慣れておらず、やや疲れたが嫌いではない。それに祭りの光景は少し懐かしい。祭りに行ったことはあるのか。いや、昔シャーロットが協力者を探しているとき、共有した意識を通して祭りの光景を見せてくれたのだ。シャーロットが。ああ、まだお主の存在を見つけていないときにな。あの子はおそらく大図書室に一人きりでいるわしを気遣ってくれたのじゃろう。他にも協力者を探しつつ、わしと共有した意識に様々な美しいものやこのような祭りの光景を見たためなのか。今日はそのことを懐かしく思い出したのじゃ。だから少し元気がないように見えたのか。そっか、シャーロットらしいな。うむ、優しい子じゃったからの。なんかあっちに人だかりができてるの。ほーら、見ていっておくれ。炎で描く花グマだよ。わあ、すごい。炎が花グマの形をしてるよ。おじさん、他にも見せてよ。よし、次は光り輝くお馬さんを見せてあげよう。おお、すごい。酵素が空中に浮かんで動物の形になった。何、あれはただの形状変化術じゃ。術式は小さな声でつぶやいておるから聞こえぬというだけ。円やら曲線やら様々な形にした熱素や酵素を組み合わせ、あのような空中に浮かぶ繊細な意味見せているのじゃよ。 Man, why can't we do arts like that? All we do is like fire stuff out of our hands. We don't make no weird looking art. なるほど。かなり技がいりそうだな。うむ、おそらくは神聖術講師権限がそれなりに高いと見える。だが神聖術師でなく曲芸を天職としているということは。お、あの芸面白いぞ。見ていこうぜ。本当だ、光が動物の形になってる。ん？カーディナルが背伸びしてる。
そうか、前に人が立ったせいで芸が見えづらくなったからか。ここじゃカーディナルの身長だと見えないよな。別の場所に移動しようか。別に良い。なんだよ、意地張るなって。良いと言ったら良いのじゃ。まったく。それじゃちょっと手洗い手段で行くぜ。ん？何をする気じゃ？何をするのじゃ。やめい。こうすればここからでも見えるだろう。お主、わしを子供扱いするなど何を考えておるのじゃ。カーディナルが子供じゃないっていうのは分かってるけどさ、芸を見るのに別に大人か子供かなんて関係ないだろ。観念したようだな。それじゃあ存分に。Oh god, he's got her crying. カーディナル、もしかして泣いてる？ごめん、無理やりおんぶなんかして。嫌だったなら降ろすよ。違う。顔から火が出て今すぐ大図書室の中に消え入ってしまいたいほど恥ずかしいが、わしはただ戸惑っているのじゃ。戸惑い？はあ、わしはお主に出会うまで200年の時を孤独に過ごし、誰とも触れ合うことなどなかった。そしてあの時お主を抱きしめた時のぬくもりが最初で最後の触れ合いなのだと思っていた。最初で最後。うむ。じゃが今わしはこうして人と共にあり、そのぬくもりを感じている。かつてシャーロットが見せてくれたような景色をこの目に映し、美しいと感じている。わしはそのことにひどく戸惑いを感じるのだ。何よりわしはもっとお主や皆と触れ合いたい、そう気づいたのだ。そしてそれがなんと愚かで浅ましき願いであることか。愚かなんかじゃないさ。愚かじゃよ。世界を維持するプログラムであるわしにそんな願いが許されるとは。許されないはずがない。それに俺も同じことを願っているからな。キリト。俺だけじゃない。シャーロットだってきっとカーディナルに笑ってほしいって思ってるよ。そうじゃな。あの子ならきっとわしにそう言うじゃろ。ああ、そう思うぜ。ほら、ちゃんと見ないと芸が終わるぞ。うむ。それではこの特等席で見るとしよう。もう珍しく褒めてもらえたみたいだな。お主の背中は優しいぬくもりを与えてくれる心地よいものじゃ。カーディナルがもし望むなら俺はこのぬくもりを与え続けるよ。ありがとう、キリト。あの形はお主が昔ユージオと一緒に捕まえようとして逃したワタウサギではないか。ま、そんなことまで覚えているのかよ。もちろんじゃ。確かお主は必死になるあまり草むらに顔面から突っ込んでいって。そこまでにしてくれ。お主はつくづく興味深く面白い存在じゃよ。あ、ほら、次は金飛び狐みたいな形だぞ。お主ごまかすのがうまいな。そんなことないって。カーディナルが感じた戸惑い、それはサブプロセスとしてこの世界を見つめ続ける彼女の宿命が、だが人と触れ合いたいと望む彼女の思いが存在する以上、カーディナルもまた俺がこの世界で出会い、わしは自らの目で見つめたこの景色を永遠に忘れぬよ。That was a nice one. Very nice. Why does this game keep trying to make me feel bad about a dead spider?